今日ワイは100年に1人の逸材を見つけてもうたんや。見つけてもうたんや。ほら、あの子や。見てみ、この子。トイレから出てきて、手振って乾かしてるだけやのに、もはや一流のダンサーやで。ほら、ほら、見てみ。それで手乾くんか知らんけど、めっちゃすごいやろ。これこそ100年に1人の逸材やで。ワイがあの子を第2の宇多田ヒカルにしてみせるんや。大スターを育て上げるんや。もう宇多田ダンスの基礎は完璧にできとるわ。見て、この低い天井の部屋で踊ってるかのような華麗な中腰ダンス。そしてこの溢れ出るドヤ感、もう完璧やろ。もう見てん、これ。はい、どや。この子を育て上げて、ワイも大物プロデューサーとして花開くっちゅうことや。たまらんの。もうワクワクが止まらへんわ。ワク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 ワ。もっと近くで見たろ。いや、最高やわ。めっちゃ可愛いわ。わ、すいません。いや、私全然怪しくないです。怪しいもんじゃないです。ただの一旦逃げさせてください。一旦です。一旦逃げさせてもらいます。すんません。ちょっとすんません。失礼します。はい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 、すんませんでした。はい。心の準備してなかったわ。いきなりプロデューサーや言うても疑われるしな。だいたい俺プロデューサーとかしたことないしな。どないしようかな。せや、なんか夢語ってるふりしてうまいことくどいてみようか。なんか女の子は夢語る人が好き言うて、なんか本で見たことあんねん。よし、それでやってみよう。すんません、僕ちょっと話聞いてもらいたいんですけど、いいですかね、お時間ちょっとだけ。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って、その背中のスケボー、その背中のスケボーはワイが若い頃愛用してたやつやん。世界に一つしかない特注品やで。なんで君が持ってんの？え？まさか